はい、昨シーズン3月に終わりですね、この5ヶ月間選手はここに、集中力を高める、本当に大変だったんですね。オリンピック、パリのオリンピック予選が3回ありましたし、国際試合もありました。当然コロナにも注意しながら練習してました。ここに集中力をぶつけられた選手に感謝したいと思います。おめでとう。
11-6 ゲームマッチリスタート。